明けましておめでとうございます。日本撮りですか？日本撮りじゃない。服が一緒ですけど。一緒じゃねえ。ちゃんと新年を開けてんだ。クリスマス2020年になったということで、うん、はい、私まだ間に合うと思うんです。お、お、何が？オリンピック出場。出場は皆さん目標とかありますか？いや、ちょっと考えてなかったな。そんなの毎日全力がモットーですからね。くだらねえな、お前。じゃあ聞かせろ、お前の目標。俺は毎日頑張ってる。お前言ってんの、朝からの隠れた。今年ちょっと私あるね、ルールを設けたいと思ってるんでございますよ。おお。出た出た出た。悪い悪い。いつもの。おい、おい、やべえやべえやべえよ、これコースやばいよ、コースやばいよ。すげえ。まあ、私たちは滅多に持たないですよ、こんなボードは。いや、困ったら持ってる。今回一人一個、うん、今年やりたいことを書いてもらいます。まず、あ、で絶対に4つのうち1個は実現する。なるほど、今年ね。おお、なるほど。はい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 。月へ行く。よし、じゃあ候補だな。裸見せ合いっ子。ワイドーンコウスケ裸見せ合いっ子。下ネタが多い。ちゃんと本当に今年やる企画だ。絶対にやりたいこと、うん、はい、ハイオレオリンピック。うおー、あー、やるって。ビッグロシーっすか？あ、いいっすよ。マジか、嘘、マジか。サイオレ大ビッグ。あじゃあ俺もちゃんとした企画だから俺も出していい。ああ、俺これ、はい、俺ずっと言ってる、みんなで旅行企画。おえ、プロのメイクアップアーティストさんの力で、うん、新しい自分を見つけるというか、全然違う自分を新しく見つけるってことだよね。あと俺それ去年やったな。ちょっと変更しました。お、はいはい。サイオレジアニメーション。おお。話は俺ら考えてさ。あ、お話ね。考えて、そのプロにお願いして作ってもらって、はい、アフレコ俺らがすると。おお。じゃあもうショートアニメだね。ショートアニメ。3分とか5分とかの、うん、アニメを作って投稿したい。ああ。アフレバンド復活。ああ。俺はしたいな。ラギドラム。うん。コウスケが、まあ、ギターできるしね。バイオリン、ベース。あ、もう余ってるってこと言えば、そう、それがアニメーションオープニングになる。最高。で、PV を旅行で撮れば、うん、あ、アニメの内容が最後になる。できた、できた、完成。 PV 旅行めんどくせー。自分以外に入れること。自分以外に入れる。はい、はい、いいね。せーの、はい。お、あ、俺2票で、うん、サイオレジアニメーション。わー、サイオレアニメ化です。はい、すごい。じゃあ富士さんが、うん、企画、はい、進行、あと制作、はい、その打ち合わせだったり、はい、あと発注もね、発注もですね、はい、全部お願いします。お願いします。お願いします。あとは勝手に台本が出てきて、はい、ね、これはもう、あと俺ら声だけはね、はい、絶対撮るんで、あ、声一応自宅に撮って送るんで、あ、そうだね、はい、いいのー、やっとやっとやっちまった。困ったことがあっても絶対聞いてくんな。目標を決めていい？ちょっと、はい、まあ別に超短くてもいいと思う、結局、もちろんもちろん、なんか手間も考えてさ、うん、まずやるっていうのが大事だから、うん、だから、今月中に。いや、早すぎない。2020年、私たち、2020年、2020年。